はい、吉田森人です。今日はですね、過去の私の作品の元になった「目一つ」という伝説の話があるんですけれども、その「目一つ」の伝説について詳しく調査をされていて、でこちらの「佐渡島の民族」という本を書かれている池田哲夫先生のお宅にお邪魔しています。で先生の方から、その目一つについてちょっと詳しくお話を伺いたいと思ってます。先生、よろしくお願いおし願います。します。先生、そもそも2016年に私先生のこの本を読ませていただいて、それでびっくりしたんですけども、その目一つっていう妖怪が加茂湖にいると。そんな話は私大人になるまで知らなかったんですけれども、それで先生とのご縁はこの目一つの研究をされているということで、先生ご紹介していただいて、でより深く知っていったところだと思うんですけども、その目一つについてなんですが、ちょっと先生詳しく教えてもらってもいいですか？まず目一つのその伝説が伝わってる場所ですけども、私がいるところは秋津というところなんですね。でその加茂湖の、挟んで、そのもう一つ向こうの入江っていうんですかね、その辺りは片畑という型の旗と書きますけどね、その地域なんですね。そこの、観音堂というところに伝わっている伝説なんですね。それでその目一つについて、先生ちょっと詳しく教えていただいてもよろしいですか？春を呼ぶ行事としてね、行いというね、行事があるんですね。その代表的なものが東大寺のお水取りとかってつながっておくわけですが、それのこう地域版としてね、その行いという行事がその片畑の中之浦観音堂というところに伝わっていたんですね。もう最近ではやらなくなりましたけどね。それをたまたまもう今から30年ぐらい前に、一回再現しようということで、地域の、方々の協力で、再現したんですね。その時の予想がここにですね、ちょっと書かせていただいたんですね。で、昔はですね、1月の16日から、17日の朝にかけてということですね。で、17日ってのは観音様の日だと言っています。そこにですね、目一つの行事というね、ものが伝わっているわけです。で、その行事がなんかすごい行事なんですよね。まずそこに集まる人ですけどね、主催者はその、別当という人と副別当という人がこう主催するんですが、昔その観音様は霊験あらたかで、体が昔ね、今みたいに医学が進んでない時に体が弱かったですよね。で、そういう体の弱い子供を観音様の子供として取りまあ、守ってもらうというえ虜に出すんですね。え。うで、その、丈夫に育った人たちがみんな集まってくる。ね、それから中之浦の、その別途に関わる人たちも集まってくる。ええ。ええ。ええ。ということで、そういう人たちがまず集まってですね、16日の晩からいろんなことをするわけです。で、いろんなことっていうのは、例えばですね、はい。この別途という人は、15日の、晩ですね、人に見られないようにですね、柳の枝を切るんですね、切ってくるんですね。そして餅を巻きつけてね、どういうんだろう、さぞ言うと銘玉とか前玉ってありますよね。ああいう螺旋状のですね、ものを作るんですね。それが行いの時のおかざ、あのお、花になるわけです。で、16日のですね、そうやって準備しておくと、夜8時頃になると、その村の人たちだ、男の人ですね、それから鳥も、さっき申し上げたね、が観音堂に集まっておこもりをするんですね。で、用意が整うというとですね、その別当が呪文を唱えるんですね。それでその呪文がわからなくなって、伝承が途絶えてしまったんですね。ただポツンと覚えてるのは、その時取材してくれる人は、米巻屋なんとかっていう、こう、米巻屋。ことを唱えていたようだというんですね。あ
だからそれはもう伝わってないんですね。まあ、そういう、まあ、あのおこもりをして、ベッドはそのいろんなその、ね、呪文を唱える、はい、そうすると今度副ベッドが太鼓叩くんですね、はい、そうするとあのそれを合図にしてですね小寝の刻と言いますから、まあ、真夜中の12時でしょうかね、その頃になるとですね目一つが現れてですね、一つ目じゃないですね目一つだって言われてますね、はい、まあ、寝の刻になるとですね、目一つ入道がその鍵あの賽銭お賽銭をこう入れる、はいはい、で賽銭箱にこうあのお金を入れるために戸に穴が開いてたんですね、はいはい、そこから覗くって言うんですよ、でそれを覗くとですね集まった人は一斉にね時の声を上げるんですね、それであのバン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 塔を打ったり壁を叩いたりね、はいはい、蹴ったりして、まあ、あの大声を立てるんですね、はい、なんか罵り合うっていうそうですねね、ことも書かれていたかと思うんですけど、大声を出し合ってね、はい、いろんなことを言うわけですね、そしてあの、まあ、取っ組み合いもする取っ組み合いもするんですか、ね、来たって言うんですね、そしてあの、うんまあまあ、組打ちっていうかね、まあ、そこでいろんなこうあのことをするんですね、はい、で一説にはそのどん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 やるっていうことで第一あの冬ね第一がこう眠ってるでしょ、はい、それを呼び起こすんだ、ね、そういうこう意味合いもあるんだという人もいますけども、それは本当かどうか分かりませんけどね、そういうその音を立てて踏み立てる、はい、あのということで第一の、まあ、あの霊をこう呼び起こす、はい、で豊作をもたらしてくれというね、はい、やっぱり祈りにつながってるんではないかという説もあります、でそういう取っ組み合いをする、そうするとそれとまあ並行してですね、はい、あのさっき申し上げた別当と副別当という人がですね、はい、榊ってわかりますよね、はい、神様の木って書きますね、はい、あの榊の枝にですね、塩水をつけて、はい、それをこうあの集まった人のところをこう振りかけてね、身を清める、そしてまた呪文を唱えていると、間もなく夜が明けるんですね、そうすると相当長い時間、まあ、真夜中の行事ですよね、ずっとその間ずっとそのあの打ち鳴らしたりとかしてるってことですね、ただあの覗くのは一回ですね、あの目一つが覗くっていうのはね、はい、で目一つの正体誰も見た人いないわけですよ、で、寝の刻になると、まあ、前の中の12時頃ですね、覗くからその時にとの時作りをする、音を立てて、まあ、特命する、っていうことですよね、で、まあ、それが終わると、まあ、あの清めるというかね、はい、そういうことで塩水を、あの榊の輪にこう、含ませて、はい、振りかけるってことですね、そうすると間もなく夜が明けてきて、そうすると明け物の行事というのに移るわけです、で、まあまあ、それをやるっていうのはさっき申し上げたようにね、第一の霊を呼び起こす、そして豊作、それから片畑っていうところは科目で漁業をしてるところですね、だから大量も祈願するというような、そんな意味合いもあるですね、地元ではですね、飯一つ のことをですね、カッパという人もいるんですね、カッパというんですね、はいはい、昔ですね、柳の木の下にカッパが休んでいたと、でその休んでいたカッパを村の人が捕まえたと、そしたらカッパが命乞いをして、助けてくれと、助けてくれたら毎日の柳の木の下に魚を吊るすというね、約束をしたと、だから豊漁とつながっているのかなと私なんかは考えていますけどね、豊漁期間もあるという、あの言い伝えも地元にはあります、そしてこれカッパとは言わないで目一つって言ってますね、はい、あの一つ目ではなくて 目一つっていうんですね、それは何でそういう、やっぱりあの地域ではそういうこだわりを持っていたんだと思うんですね、あの普通のものとは違うんだと、一つ目じゃないんだと、目一つ、一つ目小僧とかいますよね、それとは違う、違うってことです、ね、もっと、あの、経験の、そうですね、あの地域にとってですね、はい、まあ、あの思い入れが多いとでも言いましょうかね、そういうものじゃなかったかと思います、それで先生、あの前お伺いしたんですけども、その目一つ、一つの説としては、その不意語、刀鍛冶のことなんではないかと先生おっしゃってましたけど、その辺を教えてもらってもいいですか。製鉄ですね、製鉄、あの鉄を作る、その時に不意語って分かりますかね、
そこにムジナのパンが、ね、使われてるわけですけども、はい、その不意語を使うときにですね、使って精錬する人のことをたたらしというんだそうです、はい、でその人たちは熱で目をやられて片目になるんだということでですね、そういう人もことを言うんじゃないかというね、つまり最初から住んでた人と、それから後から入ってきた人たちとのその一つのこう物語ではないかという言い方をする人もいます、はい、まあ、そのあたりはもう今ね、誰も明確に答えることはできませんけどね、わかりました、ありがとうございます、それで先生その、今、目一つ、入道、で入道とは妖怪、妖怪というか化け物というかですね、化け物というお話だったんですけども、で他にもなんか先生さっき本を出していただきましたけども、佐渡にはこうたくさんの、伝説であったりとか、妖怪の話があるということで、その中でもしでしたら一つ二つでも、面白い話があって教えてもらいたいですけど、まず妖怪というかですね、人騙すってことになると佐渡の代表は何でしょう、さっきの話出た、トンチボですか、ですね、はい、なんかタヌキだって言うんですけどね、トンチボですね、これはもう人を騙す、もうという、妖怪ではないんだけども、人を騙すという意味ではね、代表じゃないでしょうかね、それから土産入道って言うんでしょうかね、見上げれば見上げるほど大きくなるとかね、見上げに、相当でかい、でかくなるっていうね、それからあと小豆洗いの話があったりね、佐渡にも小豆洗いはありましたね、でそういうことを佐渡の昔の話なんかにも、ちょこっと書かれているということですね、分かりました。今後の私作品作るっていく上でも、やっぱりこの佐渡のこの話、昔の話がやっぱり他の土地とは違う、そうですね、ところがあるので、すごい興味深いと思っているので、作品制作につなげていきたいなと、ぜひ、ね、と思います、はい、それから少し余談ですけど、そこにこっちですか、佐渡郷土資料というのがあって、そこに怪談も塩草とかですね、佐渡奇談とかね、佐渡のその怪しげなというか、妖怪絡みだとかね、そういう話が載っている、それは本物私持ってなくて、これは活字になったものですけどね、まあ、そういうものもありますから、そういうものをお読みになってですね、夢を膨らませていただいて、創作意欲をかきたてていただければありがたいと思います、先生いつもお忙しいところお話しいただいてありがとうございます、本当に興味深いなと思っておりますので、今後ともいろいろ教えていただければと思います、逆にですね、またそういうその意欲的な作品をね、拝見するのを楽しみにしていますので、どうぞよろしくお願いいたします。こちらこそよろしくお願いします、ありがとうございました。